阪神1から0巨人、22日、甲子園球場、送りバントの判定をめぐって、巨人、菅野が怒りの表情を見せた。写真、そりゃないよ。佐伯の判定に苦笑い顔の安倍監督3回1 c 1塁で打席には再起。送りバントの指示で、2ストライクからの3玉目にバットを出したように見えたが判定はボール。 さらに4球目のカットボールに送りバントを試みて空振りしたように見えた。苦虫を噛みつぶした表情を浮かべた佐伯は、判定を待たずに一塁側ベンチに戻ろうとしたが、なんと判定はノースイング。まさかのジャッジにかんのは、嘘だろといった怒りの表情を浮かべ、三塁側ベンチの安倍監督は呆然とした表情だった。一度は空振り三振と観念した佐伯は目を丸くしながら打席に戻り、 続く五玉目に保守前への儀打を決め、一類走者の木並みを二類に進めた。西二類から近本が左前打を放って一三塁と後期は広がり、中野が先生の右前的地打を放った。巨人はその後、6回虫万塁などの後期で決定打を書いて完封負け。関野は今季最多の125玉を投げ、8回1失点と力投したが、15勝目を挙げることはできなかった。 右腕は試合後判定に関してやっていればいろんなことがある。審判の人たちだって大事な試合だってわかってるだろうし、いろいろそういうものを考えるより頭を切り替えることに意味があると思う。何百試合も投げて絶対ストライクだろ、絶対振ってるだろということは何回も経験した。ピッチャーにとって大事なストライクだけど、言っても考えても仕方ないし、 イラついても仕方がないからと大人の対応を見せ、2位、阪神に1ゲーム差に迫られたことについては、悲観する必要はないし、うちの有利は変わんないしと語った。